はい、次は応用で、うん、まあ、日本地図があって GoTo 大阪、で大阪行くだとか GoTo のところを これはアメリカね、アメリカで世界地図書いて、今度世界地図書いてみたらアメリカにするだとか GoTo イングランド、まあ、町だったら GoTo トヨタとかねにしてみるということと、さらにこの Go を回して Live、 さらに Live in、トヨタ、トヨタに住んでますという言い方と、それにさらに主語 I をつければ文章完成ということで、 I live in トヨタで文章 OK ということで、第一文型で I live 住んでます。トヨタの中にというやり方です。だから、地図は、地図ね、ここ前地図ですけど、地図なり絵なりがあって、それと一緒にブロックを回すことによって、いろんな表現をしていくというやり方です。